皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 の体験版ですね、やっていきたいと思います。で、オプションでコントローラー系の操作方法は、変えてあります。まあ俺は上下反転でやってるんで、まあそういった設定はやってありますということで、メインストーリー、これどこまでできんだろう、全然情報ないからね。1998年9月30日、忘れられない日だ。警官としての俺が死んだ日、アンブレラが流出させた生物兵器によって、あの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして。政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あの夜を、後悔を少しでも忘れられるなら、俺は救えるんだろうか。今度こそ。まあ、未曾有のラクーンシティの事件から6年経ちましたと。で、主人公はレオン・S・ケネディ。そういえば、まあ、日本語で設定したから、日本語で喋ってんね。原作版、原作っていうか、一番最初確かゲームキューブで出てたんだよね。バイオ4はね、結構やったんですよ。結構やったけど、こんな暗くなかったよね。最初、ホラー要素が。あれだな。強調されてんな。で、多分一番最初のイベントはカットされてるかな。もう動かせるところから始まってるっぽいですね。いきなり警官を探すっていうところだったけど、なんで警官探すのっていう感じだから、何にも知らないと。これ走るのは、あ、こうか。発砲許可、ハニガンからまだ発砲許可出てないのか。そうだよね、別になんかまだ敵が出てきたとか、そういうあれではないから。歩きは、まあ、でもバイオハザードの普通の歩きはこんなもんか。走れば全然。どこまで行ったんだ。何これ。え？肝。閉じる。一応調べられるけど。特に何でもないな。いや、なんかバイオハザード RE3 やった時もそうだったけど、最初のホラー感が出てるね。まあバイオハザード4はどっちかっていうともう本当にアクションゲーム感が強いけど。あれ、勝手にしゃがんでんな。あ、立った立った立った。で、家入って、Excuse me, sir? とは言わないよね。日本語版だから。英語版でやろうかな。今まあ普通になんか、で、日本語版がデフォルトだったけど。誰かいるか。雰囲気は英語版の方が出てそうだけど。これ何？ああ、あったね。なんか、裁きは来たりし。まあ別に持ってはいかない。壁崩れてんの？っていうか、こんなところに住んでんの？まあまあ別にね、もう人間の生活ではないからね。荒れ果てても気にはならないんだろうな。スコップか。あ、これやっぱり武器として持ってきたよね。まあでもレオンナイフ持ってるっしょ、デフォルトで。ちょっと見えないけど、右のあの腰にかけてんのがナイフのケースかな。てか銃も持ってるよね。てか銃か、入れてんの。雰囲気なんかだいぶ変わってんな。これなんて書いてあるんだろう。ちょっと全然わかんない。何語だっけこれ、スペイン語とかだっけ。え、いきなり？ちょっと謎解き要素が入っている。
バイオ4最初に出てたのってなって何年前？おお。いや、なんか言えよ。勝手に入ってすまない。いきなり戦闘モードに入るか。ボスはウン・ポルシア。ビラキ。血がついている。おお、ナイフで止めた。首が曲がっている。あれ、おお、びっくりした。何が起きてる。鍵てかコントローラーからあれだな、音がするな。オフにしといた方がいいのかな。まあそれはちょっとまた後で決めよう。これでナイフか。そう、ナイフ耐久力が、ちょっと待って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 あまり余計なことすると。おお、プレステ5のコントローラーから音がするのはいいけど、だってこの音ってマイクに近づけないとさ、今もうめっちゃマイクに近づけてんだけどさ、普通にやってると多分音入らないよね。ちょっと後で動画内でも音が入ってるかは見てみよう。ガチャ。弾は10発しかない。予備の弾持ってねえのかよ。てかこれなんでさ、いっぱいあんの。暗っ。てかあいつ襲ってこないね。え、ちょ待って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 、来てんじゃね。カーテン、なんかビレッジでもこういうカーテンあったよね。今のどうなんだろう。今その動画でキャプチャーされてないとちょっとね、ゲー説明が出たってことはもうやつが来るよ。まあ、倒すけどね。なんだ。弾は結構重要だからね。体重図が使えるからレオンは。来た。嘘だろ。いや、ちょ待って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 、せっかくだこれ使おう。ああ耐久力減ってる。てか一発でひるまねえな。こいつは一体。もう大丈夫か。やばい、当たり前だけどバイオ4のセオリーが効かないな。足一発やるとゲーいるのかよ。しゃがむってどうすんだっけ。ん、あいつどっから来た。てか上に行く理由がある、そもそもこの家の。いや、やばい、結構ね怖いわ。あれ、しゃがみ方がわからん。ちょっと何でしゃがむって書いてあったっけ。自ら封鎖された空間に入っちゃったけど大丈夫か。
HQ、 こちらコンドルワン。こちらハニガン、状況は？ターゲットは大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。いいニュースだわ、さすがね。湖に手がかりがありそうだ、誘導を頼む。了解、付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。悪いな、また後で。いっぱいいる。邪魔したな。余裕だな。斧投げてくるか。やばいやばいやばい、なんか体力減ってんな。走ろう。弾がないんだよな、弾が。そうか、ナイフが有限だから。これなんかくれる？お、くれるではないか。カラス金。これ後ろから来てるか。あ、これ壊せるよね、ナイフで。ナイフでやるけど、これはさすがに耐久度減らないか。樽を壊すくらいだったら。あ、タイプライターがある。まあ、セーブができるけど。あ、しまったよくやっちゃうよね、これ。ビレッジとかでも普通にやってたからな。間違えて。セーブできねえんだけど、なんで？体験版ってもしかしてセーブできない？やりきり版？最初の村を突破するところくらいまではあんのかな。カラス、お前金だ。照準もうちょっと早くしてもいいかもな。この速度ちょっと遅い気がする、デフォルトだと。今何手に入れた？ガンパウダーか。てかどっち行くんだこれ。道が全然わからん。こういうところにね、潜んでたりするんだよね。よし、ハンドガンの弾。弾は重要ですよ。あ、これでしゃがむのか。まるでしゃがむのか。押し込んでしゃがみたいな。まあいいや。これ罠はない。いるな。めっちゃ突撃してくる。これで行こう。で、あ、倒した。これで弾を節約する。最初のやつ強かったな。そうすると頭を狙って、ちょっと待って待って待って、何回ある？いける？あれ、あ、減る。耐久力減る。ナイフなんかすげえ曲がり方してね。え、なんか どういう状況？え、なんか直角にさ、直角に曲がってないこいつ。まあいい、きっと体が柔らかいやつだったんだろう。そう思う。今金貯めていいや。で、出た。あったなこれ。くそ。てかさ、あ、救急スプレーが1個あんのか。ガンパウダーだけだと多分意味ないよね。これね、やっぱりな、これ変わってない。ここは変わってないわいるんだよ、入ると。それで動いてる。あ、しまった。甘いわ。なんかメレーみたいな感じになってるよね。ハーブ、赤だけじゃ多分意味ないっしょ。あ、先行手榴弾か。いいですね。からのハンドガン。ちょっと最初のやつのダウン値がだいぶ高かっただけで、まあ、頭一発当てればひるむね。まあ、足でもいいはず。なんか怒ってきたなって今。え、なんかうんこみたいなのが怒ってんだけど。何これ？ん？人の首？いや、わからん。まあ、
ナイフ便利なんだけど、確かに耐久値があるからやたらめったら使えないよね。これで見れて、どうやってズームすんだ？ L こうか。ニワトリがいる、撃ちたい。おお、燃えている。なんてことを。もういいよ。どうすんだ？これ裏からいけそうだな。あ、ハーブがあるんじゃない？見つかった？この時って大丈夫だよね。まあクラフトができますと。ガンパウダー、ナイフなどを組み合わせてクラフトができる。え、ナイフも組み合わせられるの？ショートカット登録。あ、いっぱいショートカット登録できるね。とりあえずただクラフトでこれ、あ、3ついけんのか。緑が多分体力めっちゃ回復して、で赤は緑2つ分なんだきっと。まだ気づかれてないな。あ、おばちゃんがいる。ちょっと待って待って、ナイフ構えたらすごい。ほら、やるしかないか。見つかったか。あ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ早っ。襲撃を耐える。なんか牛撃って炎に包まれてなんか言ったよね。俺が行きたいのは恒例のここ。あ、これイベントなんだ。ガチャ。うわ、チェーンソー来たか。ハビーができるんだよね。お前嘘だろ。階をちょっと探索している時間はないんで、これショットガンを回収からの手榴弾もあるか。で、かね、早いな、入ってくるのが。まあ、基本的にここ時間生き延びれば大丈夫なはずだから。来てる、チェーンソー。俺は帰るぞ、さよなら。ニワトリも撃ちたい。さあ、これをランプをちょっとかわいそうだけどポンってやって突撃させる。やばい。あ、体力あれか。救急スプレーっていきなり使えないのかな。ハーブから使ってみよう。余裕だな。チェーンソーはどこにいる。これ飛び越えられるよね、パッと。ここはもう突破されてんな。この籠城よ、籠城。チェーンソーがどこにいるんだ。結構来てんな。やっぱり集まってるところに手榴弾をぶち込みたいけど、どうすればいい。早い。投げよう。ドーン。いや、今のは先行手榴弾だったか。ちょっと待って下か。あ、このうち多分蹴れるよ。はい。あ、やつがいるな。で、はい、ドーン。いいね。待って、引っかかって、木っていうか、あれなんだこれ。ちょっと待って、なんか切られて、背中が切られている。敵いっぱいいるな。登れる。
ショットガンの威力、弾が5発か。これはでも相手に使いたいよね。どっちの変化か。あ、落ちた。ここって背中は大丈夫だ。来た、来たか。いいだろう、ショットガンの威力。めっちゃ突っ込んでくる感じではない。あ、ちょっと待って、ひるまない、ひるまない、危な。倒れてる時に行って行って行って、ちょっと一回退却しよう。絶対手榴弾はやっぱあいつに当てとくべきだった。ガンパウダーだけあってもどうなの。どっちだ。突撃が多いなこいつら。突撃系だ。やって、ちょっと待って、ショットガンの弾が欲しいです。金結構耐久性長えな。あー、ここに箱があったけど、アイテムの位置をちゃんと把握して、あそこに置いてるけど、あ、投げてくる、いた、当たりに散ってる多分。これ何、卵、鶏が死んだか、何かに巻き込まれたんだな。これ何だから、え、これ どういうこと、意味が分からん。今チェーンソーに切られてなかった、あいつ。ちょっと上に登って、あ、なった。ちょチェーンソー倒せなかったけどね。ラカンバーナ、アイキューデフェリア、エルノシンボーカー。ちゃんと閉める。警官、だいぶ燃えてんな。獲得資金2100円、グッド。撃退数14、サンキューフォープレイングということで、まあまあまあ予想してたところまでですね。3月24日発売ということで、 めちゃくちゃ楽しみっすよこれは。あとはね、もう少しやって操作になれればまたね、だいぶ楽にはなると思うんで、まあ、もうちょっとやり込んで本番を迎えたいと思います。というわけで、バイオハザード RE4、2023年3月24日発売となります。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。ではまた本編でお会いいたしましょう。